CT サッカーは脳卒中とか、脳出血とかが原因で、脳による麻痺のある選手によるサッカーです。で、私は生まれつき左半身麻痺があって、サッカーをずっとやってたんですけれども、まあ、インターネットで知ったことがきっかけで CP サッカーを始めました。私は、大学4年生の時に脳腫瘍の手術を受けて、後遺症として左顔面麻痺と右半身の麻痺になってしまいました。それで、障害は負ってからも何かできるスポーツはないかと思って、ネットでそのエスペランサを見つけてサッカーを始めました。私は生まれつき両足と両手に麻痺があって、中学生の頃は、スポーツはしてなかったんですけど、障害がある中でスポーツにチャレンジしようと思って始めたのが高校1年生の時で、その時に、CP サッカーというスポーツをインターネットで知ったのがきっかけで、エスペランサというチームに参加しました。私にとってのフットボールは、まあ、自分を表現するツールの一つです。私にとってのフットボールはとにかく楽しいって思いが一番で、そのみんなの似合うために練習も頑張れてるなっていう思いが強いかなと思います。私にとってフットボールは自分の生活に笑顔を与えてくれる一つのスポーツです。なんかサッカー始めたばっかだけど、どう変わりました？自分は大学4年生の時に脳腫瘍の手術を受けて、結構寝たきりの状態だったり体の麻痺が強かったりして、本当にスポーツがまたできると思えるような状況じゃなくて、今少しずつみんなと協力したりしてプレーができているのがすごく楽しいって感じてます。最初来た頃と全然違うと思うんだけどなんだろう、フットボールが人生をどんな風に変えたのか。最初はスポーツは楽しいものじゃないっていうイメージが強かったんですけど、こういうスポーツが楽しいって思える場所が増えたことで、私生活でもスポーツをしたいって思うようになって、気持ちが明るくなって。私はもともと健常者の中でサッカーをやってたんですけど、健常者の中だとやっぱり麻痺があるので、みんなに ついていけないというか、なかなかうまくできないこともいっぱいあって、でも CP サッカーの中であれば今女子の代表チームもできて、でそういうふうな活躍の場っていうのが広がってるっていうのはすごく嬉しいなと思っているところです。その CP サッカーでの夢はもっと多くの人に知ってもらうことで、もっと SNS とかで私が発信できるようにもっと自分が上手くなりたいなって思ってます。私は自分みたいに手術をしたりして麻痺があってスポーツを諦める人が少しでも CP サッカーを知ってもらって、スポーツができるんだとか自分の可能性を伸ばしていけるんだって多くの人に知ってもらいたいなって思ってます。障害があってスポーツをやってみようって思うことが少ない子も多いと思うんですけど、これからもっともっと、まあ、CP サッカーに限らずいろんな障害を持った方たちが、まあ、スポーツを楽しめる場とかが作れるようになるといいなと思ってます。